今日も訓練大変だったね、秋田。そうだね。でも、これで俺たちの連携はバッチリだ。二人とも、お疲れ様。あちらでジュースを用意しているよ。休んだらどう？やったー！ありがとうございます、加山さん。いいし、やっと訓練が終わったか。俺様、バイキンマン。ずっと隠れて隙ができるのを待っていたのだ。じゃだーんかーん。待っていた、じゃだーん。今回は秘策がある。じゃじゃーん、これは俺様の釣りテクニックを見せてやる。いけー。いしししし、やったやった、やったぞ。踏み切りが上がってやったのだ。だんだんじゃーん、じゃだーん。ずらかるぞ、ダン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 。エッサホイサ、エッサホイサ、エッサホイサ、エッサホイサ。な、なに、俺の踏み切りガンがない。どうしたの、秋田。踏み切りガンがないの？そうなんだ、ハヤト。さっき訓練では使っていたんだが、一緒にジュースを飲んでいた時にはもう持ってなかったよ。だからきっと練習場にあるかと思って探してみたんだが、見つからないんだよ。秋田君、武器も君の体の一部だと思って大切にしなきゃね。すみません、加山さん、キュートキさんにもなんて言ったらいいか。とりあえずみんなで探してみよう。見つかるかもしれないよ。そうだな。こんなところでバイキンマンや巨大怪物体が隠れているわけがない。きっとどこかで落としたんだ。そうだよ、超進化研究所のセキュリティは万全。ネズミ一匹通さないからね。はは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 。ぜーぜー、ここまで逃げたら大丈夫だろう。ダダンダン。それにしてもなんて簡単に入れる訓練場なんだ。入り口のドアが半分開いていたぞ。ダダーン、簡単だった。ダダーン、あんなんじゃ泥棒だって入られちゃうぞ。あ、俺様のことか。この踏み切りが奪ったはいいが、どうしよう。ダーン、ダダーン、どうする。ダダーン、ブブーブブー、通るよ通るよ、ブブーブブーブー。あ、どうだ、あのトラックの荷台に乗せて遠くの知らない町に運んでもらおう。イシシ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 。秋田君、踏み切りガンのことは忘れよう。いや、忘れるわけはない。踏み切りガンは俺の誇りだ。どうしてないんだ。ブブーブブー、ごめんよ、荷物の届けに来たよ。あ、ごめんね、トラック君。ああ、配達だね。あっちの本部の方へ頼むよ。了解、あっちだね。元気を出すんだ、秋田くん。なんでい、なんでい、何してんだみんな。あ、貫き、実は秋田の踏み切りガンが行方不明なんだ。ん？踏み切りガン？さっき通っていったトラックの上に乗っかってたぜ。そこのトラック、待ってくれ。貫きお手柄だよ。でもなんでトラックの上にあったんだろう。まあ無事に訓練場内で見つかったことだし、
よかったよかった。無事に武器が見つかって安心したシンカリオン E6。 でも大切なものはきちんと管理しなくちゃね。そしてその頃バイキンマンは、来週からシンカリオン E6 に武器はない。これで楽勝だな。ダダンダン、来週が楽しみだ。ダダンダンダン、おしまい。